沖縄本島の南西約700キロ、九州とほぼ同じ大きさの美しい島、それこそが台湾。この島には富士山に肩を並べるほどの高い山や、どこまでも青いサンゴ礁の海があります。そして豊かな大自然にあふれているだけではなく、さまざまな民族によるおいしい食べ物や独特の文化に満ちています。皆さんは台湾についてさらに知りたいと思いませんか？今から一緒にこの島の素晴らしさを探求してみましょう。台湾旅手帳をご覧の皆様、こんにちは。台湾に住んで20数年、台湾現地のツアーガイドの仕事をしている佐藤仁です。この番組台湾旅手帳ではナビゲーターを務めさせていただいています。さて、今回の台湾旅手帳では前回前々回に引き続き、台湾北部を走る台湾鉄道の支線平渓線の旅を紹介します。平渓線沿線を一駅ごとに紹介してきましたが、残すところあと2駅、平渓駅と青洞駅のみとなりました。そしてこれら2つの駅も非常に魅力的な駅です。平渓駅では自治体の中心として栄えた平渓の街並みや古い史跡、そして炭鉱として栄えた平渓区全体の中でのこの街の役割などを紹介します。青洞駅では今も残る日本時代の歴史的な建造物群、そして沿線最大とまで称される炭鉱の遺構などを紹介したいと思います。この鉄道がもたらした栄華や炭鉱の閉鎖による衰退、そして現在観光路線として人気を博している平渓線の魅力を紹介したいとも思いますので、平渓線の旅最終回、最後までゆっくりお楽しみください。平渓駅は平渓線の中で十分駅に次ぐ2番目に規模の大きな駅です。平渓という地名は平渓区平渓里から来ています。周囲にはそれほど珍しい風景はないものの、平渓の住民たちは川の両側で暮らしているという特徴があります。列車が家よりも高い場所を走っている風景や、静かで素朴な田舎町といった雰囲気を持ち、さらに平渓の伝統文化である元宵節の点灯上げは全国的に知られています。旧正月から元宵節までの時期は平渓観光のピークであり、町の至る所で点灯や点灯をモチーフにした記念品を販売しています。そして昼でも夜でも至る所で人々が点灯を上げているのです。平渓には伝統的な長細い家屋が並ぶ町並みが残っています。そして家はヒールン川に沿って並んでいます。2階建ての家には店舗兼家屋の住宅もあります。道幅は狭く混み合っており、素朴な山あいの集落の雰囲気を残しています。石堤橋を渡った先にある石堤街は比較的短い通りですが、立ち並ぶ建物は日本から運ばれてきた杉の木で建てられています。市道106号線開通後はレストランや雑貨店、そしてお土産を販売する店舗が並ぶようになりました。網傘、魚取り網、木炭、そして平渓の特産である天灯などはここで購入することができます。休日には多くの観光客でにぎわいます。天灯は光明灯とも呼ばれ、伝承によれば中国三国時代の諸葛亮孔明が発明したとされています。当時は軍事連絡に使われており、熱い空気が上昇する原理を用いて天灯を空に上げることにより、空の星と勘違いさせて占星術を行っていた
芝居が率いる大軍を欺いたのです。その後民間にその風習が伝わり、人々は天灯を空に上げて福を願いました。現象節に天灯を上げることは天の神様に福を願い求めることを意味するのです。平家の住民の伝承によれば、平家で天灯を上げる風習が始まったのは19世紀、清王朝道光の時代で、安慶からの移民が文山地区で開墾を始めた頃だったそうです。その頃の平家地区には盗賊などの悪人が多く、集落を訪れては悪さをしていたので、平家の人々はその度に山に逃れました。そして危機が去った後に、村を守るために残った男たちが天灯を空に上げ、山に逃れた家族に帰宅の許可を伝えたそうです。その後情勢は安定していきましたが、天灯を上げる風習は残り、この地方の文化となったのです。空に天灯が浮く原理は熱気球同様、熱くなった空気の浮力を利用して球体の物体を空に飛ばすものです。そのため球体の内部の空気を熱すると、内部の空気の一部が熱暴走を起こし球体から溢れ出ます。この時内部の空気の密度は外部よりも小さくなるので、熱い空気が充満した球体が空に飛び上がるという仕組みなのです。現在の天灯上げは人々の幸福を願うイベントとなっており、毎年の元宵節の夜に数万人の人々が平家に集まります。また普段の日々にも夜には個々に天灯が上がり、平家の空を彩っており、平家に古来より伝わる文化の継承となっているのです。平家区の自然文化資産は非常に豊富で、炭鉱、鉄道、そして天灯上げなど多くの人々が観光を楽しんだり幸せを求めたりできるのです。平家区は四方を山に囲まれ、また雨が多い場所なので天灯を上げるのに適しているのです。多くの人々はプレッシャーの多い社会で生活していますが、日頃の喧騒から逃れるために平家を訪れるのは素晴らしいことと言えるでしょう。平家線の列車に乗り、平家地区のさまざまな場所を訪れ、山や川でゆったりとした時を過ごし、天灯上げを体験すれば幸せを感じることができるのです。